っとしばらく横たわる。またこれでも編集しにくい動画やな。多分下手すりゃあれだよ、あのうちの灰色チャンネルって呼んでる、僕ら入りチャンネルっていうのが作ってあるんやけど、うん、そこで編集でもう3時間垂れ流しやる。これ編集する気力がわかんかもしれない。でも投稿はちょっと、せっかく撮ったらな、もったいないしな。もったいないかな。この前は結局豊橋から横町まで帰ってくる、無言の動画をそのまんまそのまんまもう無編集で、そう今日ね失敗したのがコード電源コード持ってくるの忘れたもんで、途中でバッテリーの交換をしないといけなくなるからあれなんですよ。やっぱり電源 USB ポートから差し取ったら、うん、もう半永久的に取れちゃうから、うわなんだからね。開けたこと。うん。ここと同じ感じに行けるか。ここ前どうやって組んでる。たか、そうきたか。やばいね。GoPro とかでやってるわけじゃないからめちゃくちゃ売れるんですよ。そうですよ、この道ですよ、25号は。昔一回ね、あの池まで原付で行って、うん、
原付とみたいな大回り乗車ってあるじゃん。はいはいはい、乗車で乗るやつ、100何十円で、はい、一筆書きで回るやつ、あれを やったのよ。ああはいはいはい、一回油日まで行って、あ油日か、はいはい、でそこで確か結構回ったんだけどね、そこに、うん、まあぐるーっとね、うん、和歌山の方まで行って、和歌山まで行ったの、大見塩津まで行って、おお、そこからあの京都、大阪、奈良、大阪から行って和歌山阪間線、あはいはいはい、からあの橋本の方から行って、あはいはいはい、で関西線で、あなるほどな、あれも一回やりたいな、もう収まったらね、これ、うん、あれ本当に130円でできる究極の暇つぶしだな。そうです、東に入った途端にね道が良くなる、これやったら国道って言われても、うん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 、まあね、亀山はやばい。でここからまた、こんな道が続けばね、こんなに話題にならないわけですよ。だけどダンプが通ってくるところのあれやね、ここ狭いんだよ、すごいでしょ、これはすごい、作ってるのが明治とかの時代に作ってるやつだからね、村上のあの橋が、記憶が正しければこの左側って湖だったよね。あ、川か湖があるよね、なんか湖だったっけ、池だったか、そうそうそう、水は張ってるね。お、鹿、あ、いた、あー、いっぱいいる。あ、やっぱいるんだ、いますよ、広いところであってよかった、うん、案外このまま多分つける方がいけるはずやけどな、ちゃんとやりきれっていう、批判的なコメントがいっぱい届きそうだけど、大丈夫、そもそも再生が入らんからコメントも早く、うん、たまにオフでツッコミが入るだけや、友達から電話とかで、ご趣味はって聞かれたらね、あ、 YouTube を見るの、いえ、撮ってます、止まらなかった、で、あれこっから、こっ、あ、どこっちを逆か、ここで、ここだ、ここだ、そうだ、そうだ、そうだ、ここがもしかして南大ってか、あ、ではないか、いや、ここじゃないような、うん、あ、もう胃が、胃がいいんだ、あ、そうだね、胃がいいんだろうね、注意がいいんだろうね、
まあ、珍しいパターンよな。伊賀町と上野市とあとどこやったっけ。この2つか。いや、もう一つあったよな。五市町村があったりする。五もあったっけ。あと青山と、あ、そっか、青山か。あと島ヶ原村。あ、そっか、島ヶ原村やったんや、そこ。青山町。あ、そっか、うん。じゃあどこか。で、青山町2回言った。うん、そうか、うん、そうや、そうや、あっちも含めとるでな、そうや。島ヶ原がそうや、もうまだ、そうだ、村だったんだ。だから、三重県民あるあるかもしれんけど、うん、あの上野発の夜行列車って、うん、伊賀上野のことだと思ったらあれ。ああ、あるね。あれ、あんな伊賀上野から青森に夜行列車があるのってね。私は小学校の頃思ってました。ああ、それちっちゃい時はあるね。なんなら上野駅って多いよな、三重県。伊賀上野駅と伊勢上野駅もあるやろ。で、豊洲上野駅もあるやん、はい、あの、鈴鹿市に、うん、上野駅を間違えて見ちゃうのもありかなと思っとるけどな、うん、あれ、伊賀上野に来たつもりが伊勢上野駅やったみたいな、うん、上野駅から伊賀上野駅まで電車で行くとかな、うん、案外大変やで、あれだろうね。だって大回りしてかなきゃいいやん。普通に出るのが早いか、あそこからやったら、うん、そうね、くっそ大変や、うん、通からまた亀山まで紀勢線に乗って、で、そっからまた関西線に乗ってやろ、うん、そんめんどくさいな。え、そこはもう快速見えですか。うん、快速見えで、名古屋。ん、あ、違うか。じゃあ伊賀上野に行かなかったんやった。伊賀上野行くんですね。快速見えじゃあ提案で、うん、あ、自分で提案しとって否定提案や。あと伊勢鎌倉駅から鎌倉行くとか。伊勢鎌倉、伊勢鎌倉すっげーよな。降りたことはない、あそこは、うん、この前、伊勢沖と行った時にね、あれやるけど、あ、ここの動画で撮ったことあるわ、このローソン、うん、この先にめっちゃ綺麗なフットサル場ができてる、あ、サッカー場なんか、フットサルじゃなくて、フットサルはこの横にあるんや、ここに次フットサル場があって、あ、本当だ。でね、右手にもね、でっかいサッカーグラウンドがある、なんかね、子供専用のサッカーグラウンドらしい。キッズサッカー専用のグラウンドができ整備したんで、ちょうどね、オープン前で芝刈りしてる時になってたけど、ここは、うん、ちょっと夜だから分かりにくいけど、